夢を追って生み出された技術や技、それは強くて大きな思いの結晶、長崎の未来に残される結晶をフォトリップで記録します。長崎フォトリップは長崎県ホンダカーズの提供でお送りします。今日一緒にフォトリップに出かけるのはホンダの新しい Nボックス。今回は大村寿司を作る職人を訪ねて、ホンダカーズ長崎大村松並店から出発します。当時の人たちにとってはもう豪華、自分たちの持ってる精一杯高価なもので作ったものなので、お祝い事のものという意味合いがすごい強いですね。ごぼうと椎茸とかんぴょうというものは当時から使われてたと聞いているので、うちのお寿司にも同じものを入れて、提供してます。シュガーロードといって、ポルトガルとかそういう西洋から砂糖が入って、その砂糖をたくさん使うということで、より大村寿司を高級なものというふうにしてます。シャリの味付けの分量をうちのお店ができた100年以上前から変わらない分量で味付けをしてますね。それが一番のこだわりですね。大和の大村寿司の味っていうのをもう守り続けて、で次の代にそれをいい形でバトンタッチできるように努力してますね、今日一緒に出かけた新しい Nボックス。 Nボックスの助手席スーパースライドシートは後席からも操作が可能。後席もスライドができるので、子どもの世話や靴の履き替えなど自由に動ける空間ができます。さらにフラットになる荷室やリアシートにも背の高い荷物を詰めるなど、シートアレンジが魅力の1台です。長崎フォトリップは長崎県ホンダカーズの提供でお送りしました。次回はこだわりの陶器を作る職人を訪ねます。